で今回のこの犯人も多分こじらせたのは何かっていうと僕は自分の男らしさだだと思うんだよこの社会の中でそうだよね男の子としてとか男として生きるっていうのがやったら生きにくくなってるからこそそのなんだろうな自分の意味とかあと生きてきた意味とか自分が一人の人間であるとかそういうふうなものを問われた時に返す時にあの返すというかえー 復讐といいいいうに言っっちゃってもいいのかもかわらないね何だろうなこの社会全体をあっと言わせたいっていうふうに思うで,でさっきの話に戻るだからテロリストとかあと社会に復讐しよう型の犯罪者っていうのはおおむね男だっていう話までしたじゃあ今回のこの事件はどこが特殊なのかっていうとその男に見えている世界が極めて狭いっていうことなんだここが面白いあのね これも俺ニコ生だからもうあえて言うし何だろうな問題になるのは分かってんだけどもさ人材としてテロが行える男っていうのは割と貴重は貴重重はなんだよ。<材>うん、で、えー、それは何でかっていうとさ何だろうな。 やっぱイスラムでも何であってもテロリストとして殉職でいけるやつっていうのは全員じゃないんだよねやっぱもっと切羽詰まった思い詰めたやつでおまけに実行力がなきゃいけないと。で昔だったら今回のような犯人は政治家とか評論家とかを狙ってたはずなんだもしくはもっと文化的なスターといってもいいとねだからなんだろう、あのーまあ板垣 暗殺からですねいい大老の桜田門外の変に至るまで何か政治的なテロリズムというのは何だろうな男たちがこのままじゃいられない正義のためというのもあるんだし自分が生きてきたためというのもあるんだけども起こす時というのは可能なな限り社会的に影響が大きいことを狙うわけなんだで何か大きいことをやりたかったなんか世間を驚かせたかった世間に復讐したかったっていうふうに今回の犯人はもうそういうふうに を言い始めてるみたいなんだけどもそれであればなぜそれが AKB であったのかなぜ彼の想像力世界観はそこまで貧困で狭かったのかというところになんか僕はすっごいゾーっとするんだよね彼にとって起こりうる最高のテロリズムというか最高に世間をあっと言わせること最高なことっていうのは政治とかスポーツとかそういうことでも何でもなくて自分たちなんだろうな 弱者にかなり近い AKB48 の AKB48 っていう枠を作らなければ売れないような女の子でしかないんだよな、まあ、すごい極端に悪く言っちゃうとその意味ではアイドルの中でもグループととししててたたらら強者者だけども個々人として見たらかなり弱者だよでそれも握手会をしないと CD を買ってもらえない音楽的な弱者でもあるんだよな <laughs> 言ってしまえば。 でそれで自分よりも肉体的に劣ってる女の子をノコギリみたいな狂気でもって襲うっていうなんかねお前世間をあと言わせたいとか何とかでかいことしたいという割にやろうとしてることが徹底的にせこいけどもお前の中の男はそれでいいのっていうふうに。<laughs> <laughs> いややるんだったら政治家を襲えよっていうふうに言 <laughs> ここら辺だから、ね、言っちゃうやばいというのはで本来政治,家政治テロリズムとかいうふうに不満をうっせきさせて社会に復讐っていうのは。 20世紀末だったらオウム真理教がやったことじゃあああいうふうに本当に犯罪とか本当に社会的なテロに向かうはずが今は社会的なテロではなくて自分が所属している文文化化的的トライブ文化的な部族だよね部族に向かってしか向かか向ないんだよ、ね、だよら徹底的に世界観が狭いって僕が言ったのはそこら辺なんだけどさ何かその辺のそのなんだろうな。 狭さ、あとんだろう幼さがすごい気になってで同時にうーんこういうやつこれから多いよねって思わない僕は思うよ。つまり何だろう社会に対して復讐するんだと言いながらその社会が自分が属している文化ぐらいしか見えないしその文化のそそこ外にいる本当に自分を抑圧しているもの例えば だろうアイドルと付き合いたいとかアイドルが好きだと思っててでアイドルに相手にされない場合に本当の彼の敵っていうのはアイドル並みの彼の身近な女の子で彼の相手をしてくれないという状況であったりそんな女の子を全部かっさらっていってしまうイケメンであったりそれをいいことだと言ってるこの世の中全体っていう構造全体に向かう怒りが手近な何だろうな 襲いやすいアイドルの握手会というふうなところに向かっちゃうというのが。もうね、めっちゃわかりやすい。で、今黒子のバスケもそうだよね。もう本当にそうなんだよね。本当に。その黒子のバスケに怒ってるっていうのがあったかもわかんないんだけども。襲いやすいから襲ってる感じがすごいしちゃうんだよね。